わあ、なんとか来れた。そも、え、なんかすごいのいる。なんかケンタウロスだ。うわ、なんか1人もいた気がする。蘇生しよう。ほぼそこなので、本気で行く。お、そこのもの動けな。やっぱりベルントはどこでも飛んでくるんだな。やっぱベルベルワープ貴重だったんだな。でもね、ストーリー進むと使えなくなっちゃうみたいなんですよ。すげえ遠いよ。失敗だ。くそ。すごいワープだやっぱりこれ。おそらくバタルから放たれた密偵でしょう。あとのことは我らにお任せください。数日内に知っている情報を吐かせてみせます。しばしお待ちください。すごいけどな、マップで言うとここから、あのここから飛んできましたね。すごい射程長いけど、多分どこでもできんじゃねえかな。悔しいな。本当に来てくれたんだね。じゃあ始めようか。よく見えるようにここに立ってあっちにある的を狙ってみてくれるかな。もありがとう。ああ、絶対どこから撃ってもここに飛ばされるんだな。なるほど。補正してすぐバーンかな。後悔するぞ。お、ありがとう。すごく参考になった。いろいろと分かってきたよ。エルフの弓に比べて人間の弓は当てることに特化した作りになってるんだね。これ大丈夫？それは弓が矢を当てるための道具って思ってたんですよ。え、てんだこいつ。できたベルベルは。すげえ暴れてるけど。意外とうまくいくかもしれない。やったぞ。これ最高だよ。信じられない。見てよ、一発も外…これがあれば間違いなく…グリンドール殿の迷いも晴れたようですね。これで弓の進化を達成できる。そうだと思ってます。魔法の力に特性効果を付与します。なや、これならんのだけど。ありがとう。すごく参考になった。当てたという事実は残るんだな。この近くに宝箱があるんです。興味があるならそこまで案内しますが。
がとう。ああ、なるほど。すごく参考になった。でしょ？これは面白いな。ありがとう。すごく参考になった。なるほど、戻ってきたらか。いろいろとエルフの弓に。さすがに反応しないか。あ、やっぱり。ありがとう。すごく参考になった。でもすげえ遠くからできるわけじゃないから面白くないな。ただ当てたっていう結果はやっぱずっと残ってるんだな。いろいろと分かってきたよ。トンザ、あ、だからか。